湯本健一は、日本のレスリング選手。和歌山県和歌山市出身。日本体育大学助手。2008年北京オリンピック銀メダリスト。和歌山県立和歌山工業高等学校。日本体育大学卒業。身長165センチメートル。双子の弟、湯本と一は、ロンドンオリンピックフリースタイル55キログラム級、銅メダリスト。北京オリンピックではあ 健一の練習パートナーを務めた。2007年1月28日、天皇杯全日本レスリング選手権大会男子、フリースタイル6 0ラム級に出場し、決勝で井上健二を下し優勝を果たした。なお、山本キッドのりふみが出場し、注目を集めた大会、階級でもあった。2008年5月、ポーランドのワルシャーで開催された、 北京オリンピック出場権獲得予選最終ステージ第2戦にて男子フリースタイル 60kg 級で優勝を果たし五輪出場権を獲得した2008年6月明治入業杯全日本選抜選手権男子フリースタイル 60kg 級に出場するも初戦で敗退となった同級で優勝した高塚の之とのプレーオフに勝利し北京五輪代表に決定した また、同選手権フリースタイル 55kg 級では、弟、新一が優勝を果たした。2008年8月、北京オリンピックレスリング男子フリースタイル 60kg 級に出場し、銅メダルを獲得した。2009年4月より、総合警備保障に入社し、レスリング部に入部する。2011年9月、 トルコのイスタンブールで開催された2011年レスリング世界選手権、男子フリースタイル 60kg 級で、銅メダルを獲得し、ロンドンオリンピックの日本の出場枠を獲得した。同年12月、湯本が優勝すれば、ロンドンオリンピック、日本代表の座が確定する日本選手権に挑んだが、2回戦で、 敗れて出場者確定は2012年春開催の国内プレイオフに持ち越された。4月7日、東京、駒沢体育館での日本代表最終選考プレイオフで前田昌吾を破ってロンドン五輪代表に決定した。しかし、ロンドン五輪では男子フリースタイル 60kg 級の3位決定戦でアメリカのコールマンスコットに敗れ5位となった。 2016年4月に本分理大学レスリング部のコーチに就任した。2017年には北京オリンピック銀メダリストのワシル・フェドルイシンがドーピング違反で失格したために湯元が銀メダルに繰り上がった。ありがとうございます。